最近肌寒くなってきましたね。冬になり空を見上げるとひときわ目立つ星座が目に入るでしょう。一等星が二つに真ん中に並ぶ三つ星、都会においてもはっきりと見ることのできる数少ない星座、オリオン座です。そしてもしあなたが星空がきれいに見えるような場所にいるならば、そのオリオン座の三つ星のすぐ下に少しぼやけた光があることに気づくかもしれません。なんとこれは星ではありません。 M42、 通称オリオン大星雲と呼ばれる明るく光るガスの塊であり、星雲の一種なのです。星雲はオリオン座以外にもこの銀河系に数多く存在します。ではそんな星雲を人間が通り抜けるとどうなるのでしょうか。美しい景色に囲まれ幻想的な体験をするのでしょうか。今回は星雲の中を通り抜けるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。星雲とは宇宙空間に浮かぶガスや塵の塊のことであり、後に恒星になる可能性を秘めています。このことから星雲は星の保育園と呼ばれることもあるほど。そして先ほど紹介したオリオン大星雲のように見た目が非常に美しいという特徴もあります。星雲はその成り立ちや特徴から5つの種類に分類されます。はじめにその5つをご紹介することであなたに星雲の知識を植え付けるとしましょう。まずはこちらのオリオン大星雲のような気仙星雲です。このタイプの星雲は内部もしくはすぐ近くに大型の恒星が存在し、強烈な紫外線を浴びています。星雲は大部分が水素でできていますが、紫外線を浴びた水素の分子が水素の原子核と電子に分解し、それが元の安定した水素分子に戻るときに吸収したエネルギーを赤い光として放出するため、気仙星雲は自ら発光しているといえます。次に紹介するのは反射星雲。このタイプの星雲も近くに恒星が存在しますが、紫外線の割合が少ないため恒星の光は星雲内に拡散されるか反射されるだけになります。星雲内は青い光が拡散されやすいため青白く光っているように見えることが特徴です。日本語ではスバルとも呼ばれるプレイヤデス星団が有名です。また星雲は必ずしも光って見えるわけではありません。暗黒星雲と呼ばれる星雲は塵の割合が多く可視光を吸収するため、読んで字のごとく真っ暗に見えるのです。馬の頭のような形に見えることから名付けられた馬頭星雲と呼ばれる星雲が有名です。これかっこよくないですか。4つ目に惑星状星雲と呼ばれる種類の星雲も存在します。こちらは名前とは裏腹に惑星とは全く関係がありません。太陽のように超新星爆発を起こさずに一生を終える恒星は、寿命末期に赤色巨星になった後ガスを周囲に撒き散らして白色矮星になりますが、この放出されたガスや塵が惑星状星雲を構成します。星雲を観察するとまるで惑星のように丸い形が浮かび上がることから惑星状という名前が付けられました。最後に超新星残骸と呼ばれるタイプの星雲をご紹介します。これは過去の超新星爆発により恒星の物質が周囲に撒き散らされた結果できた星雲です。この宇宙において最もエネルギーが高い自然現象の一つである超新星によりできたこともあり、毎秒1万キロメートルを超える速度で拡大しているものも珍しくありません。1054年に超新星爆発を起こした SN1054 により誕生したカニ星雲が有名です。このように様々な顔を見せる星雲ですが、実は星雲の写真は加工されたものが多く、実際に目で見ると少し違う姿に見える可能性があります。含まれている物質にもよりますが、星雲は赤もしくは赤外線領域で光ることが多いため、人間の目では見えない波長も多いのです。また特に気仙星雲は物質固有の色で光るため、どの物質が含まれているか分かりやすくするために色を加工しているという事情もあります。さて、美しい星雲の景色を堪能した後は星雲にダイブし通り抜けてみましょう。
もちろん今回もこれが登場します。そろそろ新商品を開発しましょうかね。バイエンススーツ、バイエンスドリンクときたら、バイエンスクリーム？ではバイエンススーツをしっかり着用し、星雲通過の旅行を楽しむこととしましょう。光の速さであっても何百年とかかるような旅ですが、スーツの力さえあれば数秒で終えることができます。美しい星雲にどんどん近づいていき、星雲の放つ光がみるみると眩しくなりません。近づくにつれ、まるで蜃気楼のように星雲が消えていくように見えます。これは一体どういうことでしょうか。実は星雲は数百光年というとてつもない大きさを誇ることもあり、明るく見えるのは単純に面積が大きいというだけのことなのです。間近で見ると星雲の出す光の大半はあなたの目に入らないため、星雲を見ることは困難でしょう。街の夜景はとても明るく見えますが、近づいても眩しく感じないのと同じ原理です。星雲の内部に侵入したとしても全く気づかないということも考えられます。残念ながら景色はあまり良くありませんが、星雲を通り抜けてみましょう。星雲内部では1立方センチメートルあたり100個から1万個の分子が存在すると考えられています。星雲内の物質の濃度はやはり濃いと認識するかもしれませんが、例えば地球上の海抜0メートルの大気は1立方センチメートルあたり 25×10 の18兆個の分子が存在します。宇宙全体から見ると比較的物質の濃度が濃い領域であることには間違いありませんが、人間の世界では超高真空と定義されるほど濃度が薄い領域なのです。ここまで物質の濃度が薄いと、通り抜けている間もほとんど何も感じないと予想されます。星雲には複雑な構造を持つ有機分子を含むものが見つかるなど、含まれている物質自体は多種多様ですが、濃度が低すぎてただ通り過ぎるだけなら影響を及ぼさないでしょう。景色は周囲の宇宙空間と変わらない上に、中の物質も非常に薄い。残念ながらあまり面白い旅にならなさそうです。が、忘れてはいませんか？星雲は大きいものでは数百光年にわたって広がっているということ。つまり、光の速度で進んだとしても数百年もかかるような広大な宇宙空間を飛び続けなければ星雲を通過できないということになります。たまに星雲の中をゆったりと飛んでいくような映像をインターネット上で見かけることがありますが、あれは明らかに光速を超えているような速度で視点が動くようなものがほとんどです。 V のマークがついたスーパースーツでも着ているのかもしれませんね。とはいえ、全ての星雲がこのような何の面白みもない結果になるわけではありません。確かに星雲内の物質濃度は薄いですが、それはあくまで平均の話。先ほど紹介したカニ星雲の中心には中性子星が存在しますし、オリオン大星雲には太陽の200倍もの質量を持つブラックホールが存在するという研究もあります。一般的な星雲は非常に広大なため、極端に運が悪くない限りそのような危険な存在に近づくことはないですが、このまま何も起こらずに帰ってしまっては被験者の彼に失礼です。最悪の事態を考え、もしほとんど衝突するようなコースで星雲を通り抜ける場合、何が起きてしまうのでしょうか。以前のバイエンスでも紹介した通り、ブラックホールに近づきすぎるとあなたの全身が極限まで細く引き伸ばされるスパゲッティ化現象が発生し、ブラックホールに向けて落ちていくことになります。中性子星の場合はスパゲッティ化を起こす範囲は狭いですが、代わりにこれは別の動画を作ることとしましょう。星雲を通過する旅はイベントが全くない、ただの移動時間が続くのみか、運悪く危険な天体に衝突して命を落とすかの二択のようです。星雲は遠くから見るだけにとどめる方が賢明な判断かもしれません。ちょっと待ってください。何帰ろうとしているんですか。あなたは中性子星に落ちますよ。では今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。